なにこれ。力石、力石。これは。そういうことや、エミちゃん。こういうことや。な、持ってみて。全部抱えて。もうちょっとなんかないの。ほらだけやろ、こんなの遊んでる。あ、村上君の好きな怪獣。ミラーマイ。わ、すごいな。ケンシロウの銅像。うん。ケンシロウってそういえばケンシロウの親がケンシロウ好きだったからケンシロウって名前になったの。いやどうやろう、キヨちゃんとこもあれやで、ケンシロウやで。じゃあそら分からへん。ジャギかっこええな。もこんなんやで、うずまさ。うずまさ映画村は、昭和じゃなくて江戸やんな。だから次今度行ってみようって、ほら、エミちゃん。ほらほら。懐かしい。うん、中入れろよ。ちゃうの。普通の男。街並みが。昭和な感じやな。
開けてもあかんの？触ってもあかんの？時代劇の大スターたちや葛飾と申します。そして石原裕美と申します。さらに7人と申します。このままの衣装が置いてある。この時代の人間の中で食食べれるね。んじゃん ここ知らんねん。食べれるやん。食べる？半分ごしようか。ええの？ちょっと待ってくださいね。半分ごしようか。せっかくや。ほら、これ揚げパンで食べたことないね。おー、ないね。給食食べれます？給食大丈夫ですよ。食べたことないね。おかえり。ほらほら、ちゃんと小学校の入り口もある。懐かしい。なんかあの埼玉の分校に帰ったみたいな。Thank you.
やって100円払ったのがこんなとこにあるな。なってばセットも残れちゃう。戻しな。